316ヤードです。316ヤード、すぐ測れる。そう、一瞬でしたよね、うん、一瞬。めっちゃすごい。 CL2 というレーザーの距離計、綺麗に見える。手前と奥をこう見分けて距離を測定する飼育機能っていうのがついています。そう、しかも可愛い、うん、可愛い、色が可愛い、色可愛いよね。完璧だ。左足開くパターンです。まあ、そうですか。はい、やばい、ストップした。おストップストップ、やばいぞ。結構飛んだね。どこ行った？ありますか、あれ。もう一球打っといた方がいいかもしれない。断定打っといた方がいい。行っちゃった、トップしちゃったよ、本当に。
内側で行こう。これで1個、1個減らしたい。ナイスパス。ナイスパス。イエイイエイイエイ。ここから畳みかけて、あ、内田さんになった。そう、内田さんになったから、ここから集中してバーディー取って、オン、ブレットしない。本当に嫌だ。いやでも落ちてくるじゃん。うん。あ、あれ全然平気やん。うん。全然飛んでない。うん。本当だから。え、誰か160？もっとあるように見えるもっとあるかも。ちょっとこっちつま先上がってんだよ。いやー、こう立ちづらいよ。ね、知ってた？うちら一回り少ない。何をし？カツだ！やば！一回り違う。結構私も同じ年に生まれてるからね。そう。学歴は結構早まるから、これなんだけど。3月。そう。だから4月。あれも。あ、いつだもん。あ、そうだよ。4月19日。え、もうすぐじゃん。もうすぐじゃん。すぐじゃん。1週間後じゃん。今日お祝いだって。お祝いしよう。今日は本当に。え、ってことは21です。やばくない？21歳のこと潰そうとか言いました。怖い。21歳。若いって言われません？若いって言われます。だって若いもん。老けてるはさすがにまで言われない。そうだね。だから気使って言って。ゆっくりは絶対老けない気がする。いや。私は老けてる。ゆっこさんはって言った。いや、なんかだけちゃう。もうなんか、もう酒っていうイメージだから。酒っていうイメージか。お姉様みたいな。確かに、酒って感じだよね。なんかさ、ストーリーみたいな。一分やばいよね。いつもわーいみたいな。左はバンカーだけど。左2番か、右は何でも。鹿だよ。もう鹿だよ。今なんか音がすると思ってみたら鹿でした。あ、やばい。ちょっと今ね、起き上がったよね。ちょっと。
大丈夫大丈夫。右の違うグリーンに行っちゃった。68。はい。ああ、じゃあ52だね。68ヤード52で、はい。なんとなく。なんとなく。覚えてないもんね。でもスピン効いてましたもん。スピン効いてたよね。スピンで戻ってた。ボールがかかっちゃうな。あ、でもすごいですね。だって私より重いの使ってるんですよ。ウェッジ。ダイナミックボールド。ダイナミックボールド。よく使いますね。でもなんかゆっくり振れるから。あ、そっか。もうクラブに任せてみたいな。そう。ぐーってやってる。その時だけ一番。うまいね。出たね。ね、もっと出たら上ぐらいだったの。うん、バックスピンかかっちゃった。持って、スピンかかっちゃった。ちょっと奇跡のイメージ出ちゃった。最後はもう惰性でキュルキュルキュルって、うん、ここら辺まで行ったらもうさーっと行っちゃいますよね。うん、ここら辺ちょんちょんって感じ。登ってるんだよね。登って下り、登って下り、あんま見ない方がいいよ。オッケー、うっせ、わかんない。結構行った。お、行った。あー、やばい、すごいね。ホットだった。今スライス、スライスだった。スライスしてきた。ちょっと待って。待って、こっち来るとちょっとスラ。スラかな。スラっぽいよね。スラだね。ね、スラっぽい。スラだね。ここだけ。でも内側。ここはフックだけど。出だす。ここがね。そう、そこはスラだ。しっかり打つから多分ね、スラのだけかもしれない。そうだね。最後スラ。最後のスラだけ見ようかな。うん。フックしてたよね。立ったらフックに感じたからフックで打った。そうだね。でもね、ほとんどまっすぐ打ってるつもり。うんうん。え、こっちはスラな気がする。私は出だしがフックだった。そうだよね。これパー。うん。いや。ボギー。引っ張った。あ、やばいよ。やばいっすよ。逆転。逆転。はい。そんなに切れないの。うん。跳ねた。ああ、しかもスラした。あ、フックした。フックした。ゆこちゃん、あ、ゆこ大変だね。なんか大変だよ。入る。いや、すごい。結構怖い。やめてよ。どうしよう。多分今スラフックしたね。フックした。うん、フックだ。フックだ。ちゃんとフックだ。よかった。スラじゃなかったんだね。でもなんかちょっとスラっぽいですよね。スラっぽい。ダボ。やばい、やばい。バーディー。え、今2打差。2打差かな。あ、そうだね。あと2つ。あ、2打差だ。あと2つ。打差わかんないぞ、まだ。打差わかんないよ。タエちゃん、バーディー。ナイスバーディー。ダボ。バーディー。やっと。来ます。バーディー。最初はちょっとつまずくね。